中年オタッキーです。日曜日の夜にね、ニュー F1 が壊れたというツイートをさせてもらいましたが、治りました。意味がわからない。このカメラなんですけど、ニュー F1 ですけどね、電池がなくてもシャッターが切れるんですね。で、電池切れになったらシャッターが切れなくなるんですね。電池切れになったら電池を抜かないとシャッターが切れない。僕のカメラは電池が切れてないのにシャッターが切れなくなってたんです。で、不思議なことに、ワインダーをつなぐとね、このワインダーに電池を入れるとシャッターが切れるようになったんですよ。で、まあ今もう切れるんですけど、これスローシャッターで切れてますからね。スローシャッターで切れてるということはもう電子式のシャッターが、動いてるっていう。で、ワインダーのね、蓋を外しますね。これでワインダーの電源が抜けた状態なんですけど、今切れてるんですよね。まあ、治った、一時的に切れなくなった。よくわからないんですけども、まあワインダーの方も、あれ？カウンターだ。うん。カウンターがいっぱいに来ると、シャッター切れなくなるんで。ちょっと怪しいですけど、まあ、動いてますね。治りました。日傘カメラサービスにね、修理の見積もり、したんですけども、まあ、どう返答するか。とりあえず使えるようになりました。あ、また壊れるだろうね、これね。今日はね、ニュー F1 の、紹介ではありません。いよいよね、ニコンファンお待たせの、お待ちかねのね、ニコン F フォトミック、で、写真ね、一発目撮ってきました。それでね、作例を紹介しながら、動画を進んでいきたいと思います。それではスタート。はい、今回ね、紹介するこの、ニコン F フォトミックなんですけども、まあ、要はね、ニコン F なんですね。ニコン F に、フォトミックファインダーが乗っかってるのがニコン F フォトミックということになります。でね、発売がね、1959年、で、横走りチタン膜フォーカルプレイシャッターということで、ただ最初期型のニコン F は布膜の、フォーカルプレイシャッターだったみたいです。で、このファインダーの種類、フォトミックファインダーはね、何種類 ?4 種類ぐらいあるのかな。外光式がね、ニコン F フォトミック、TTL 平均速光が、F フォトミック T、TTL 中央重点速光が、F フォトミック TN と F フォトミック FTN ってことになるみたいで、これはね、僕が持ってるこのファインダーは、フォトミック FTN ってやつになるみたいですが、以前からもね、言ってるように、電池の液漏れで、もう動かなくなってます。で、修理できるらしいんですけども、私もともとその露出系使わない人ですし、で、針側剥がしたりして汚くなる可能性が高いんでね、ちょっと躊躇してます。で、このカメラなんですけどね、とにかくね、音がね、もう素晴らしくいいんですね。ニコン F って言ったらね、マディソン群の橋とかにね、出てくるカメラになるんですけどね、世界中のね、カメラファンのね、魅了した音っていうね、これね、ニコン F2 とかと比べると、すごくおとなしい音になりますし、まあ、キャノンのね、F シリーズと比べても、全然これ静かなんですよね。音的にね、もう、結構ね、感触もしびれますね。で、コストがね、ものすごく、かけられた、ニコンの SP ですか。レンジファインダーカメラを基本として、作られたということで、ニコン SP のそのレンジファインダー部を取っ払って、ミラーボックスをひっつけて、ファインダーを乗っけて設計したっていう感じの、カメラになるみたいです。まあ、レンズはね、フランジバックが大きく変わるんで、新設計になるんですけどね。でね、今回ね、なんですか、スローガバナーがね、これ、ジャンク品でスローガバナーが動いてなかったんですけども、裏蓋を外してね、結構しつこくね、油を入れて、復旧してます。これね、よっ。
あの動画でも流しましたけど、スローガバナね全部動くようになって、ちょっとだけねシャッタースピード速いですけど、まあ動くに越したことないんでね、あんま使わないんですけどね。で、シャッターマーク速もね大きく狂ってたんですよ。最速は1000分の1なんですけど、もうね700で切れてなかったんです。660ぐらいで切れてて、500分の1はね400もいってなかった、350ぐらい、で250はね212分の1ぐらいで切れてたんで、まあなんとか、使えてたんですけど、ちょっと風が強くなってきたな。でね、シャッターのマーク速調整のやり方もね、教えてくれっていうね話がねすごく多いんで、これ正しいやり方ではないんですけどもね、一応ざっくりね、やります。これね、ニコン F の場合はね、まずねこの底のレバーを回して裏蓋を、外しますと、この底板ね、ここにねマイナスのネジがね、4本止まってます。結構ね長いネジなんですけどもね、これマイナスドライバーで外していきます。なお余談ですけどね、マイナスドライバーで全て作られてるね工業製品はね、全部手組みです。オートメーションで作られてないです。なんか自動で作るには絶対プラスドライバー、プラスネジが必要ということで、これだからハンドメイドなんですね。このカメラは前代ハンドメイドになります。これねネジをちょっと長めのネジをね4本、回しましてですね、この底板を外します。底板を外すとこういうメカメカしい部分が出てきますけど、あ、これちょっとね、カメラを倒してしまいますけど、この一番左にあるのがテンション調整の、パーツです。上が先膜、下が後膜になります。で、このロックネジ、小さいマイナスのロックネジを緩めてね、この横から、調整ネジで、回していきます。時計回りがテンションを張る、反時計回りがテンションを緩めるということになりますね。こちらがねスローガバナー部になります。ね、こちらからねカメラを逆さまにしてねベンジンを数滴垂らしては、シャッターを切って、いろいろ繰り返した結果ね、今ねこうやってね、スローガバナーが復旧しておりますね。これねなかなか、ネットとかでもねこう邪道だ邪道だって言ってまあ上げてる方もいますけど、確かに邪道だと思う。本当はね、これいいカメラですしね、プロにメンテナンスを任せる、もしくはその自分が技術があるんだったらフルオーバーホールするっていうのがいいんでしょうけどね。でテンション調整なんですけども、今回はね、シャッターの速度が非常に遅かったので、後幕を張って、でその後幕を張った状態で、ちゃんとシャッターが開ききるように、先幕をテンションを張りました。であんまり後幕を張るとねスロー側のねシャッタースピードもね速くなってしまうんです。ほどほどにしてだいたい800いくつで切れてます。500分の1まではねドンピシャで切れてますけど、まあ、若干ね60分の1が66分の1とか30分の1がね35分の1とか、そんな感じで切れるようになってしまったんですけど、まあいいかなって感じの、仕上がりにはなったんですけど、みんなはですね真似しないでくださいね。これ高速側がね開いてないから先膜のテンションをちょっと張って、全部開かせるぐらいにね留めた方がいいです。結構ね後膜とね先膜両方いじって苦労しました。でね今回はねこの、ニッコール S オート、50mmF1.4、それも日本工学名、この日本工学って書いてありますけど、これ日本工学って書いてあるやつはモノコートみたいですね。でニコンって書いてあるのは、マルチコートで、カラーフィルムにも比較的対応した、レンズになるみたいですけど、作例をねちょっと見ていきますけどね、今回ねその高速シャッターを調整する前に作例を撮ったんですけど、100のフィルムを使ったんでね、基本250以上のシャッタースピードは使ってないんで、全段適正露出で撮れておりました。で、非常にね、かっちりとした描写、背景ボケも悪くないですし、ご覧のようにね、反射が強いような場面でも綺麗に撮れております。このレンズね、設計も古いのになかなかですよね。本当にね、カビがね、ほんのちょっとね、周辺にほんの見えるか見えないか程度ぐらいしか、ないぐらいの、結構ね、いい状態の、レンズだね。これね、1950年代ぐらいのレンズでね、ここまでの描写、素晴らしいと思います。さすがニコンさんのレンズでね、素晴らしいと思いますね。
で、このカメラ、まあ、一発目、試写してきてね、まあ、なかなか楽しいなと、いうことでね、今後ね、何度も登場すると思います。まあ、視聴者の方でね、ニコンのファンの方が多いっていうんで、それもありますが、撮ってて楽しいっていうのもあるんでね、この間ね、紹介したキャノン7もね、相当に楽しいんですけどね、このニコン F フォトミック、めちゃくちゃ楽しいです。で、まあ、やっぱりね、一眼レフなんでね、このファインダーでね、合わせピント合わせたして楽は楽ですし、で、ファインダーの出来は非常にいいです。この僕が持ってるね、フォトミックファインダーね、ほんのちょっと下の方が腐食してるんですけども、そんなにね、下の、だいたいね、同じようなとこが腐食するみたいなんですけどね、あんまり気にならないですね。まあ、そう、ひどく、腐食してる場合はね、別でしょうけどね。でね、フィルムを交換してたり、これ実際ね、撮り終わってね、パーキングで撮り終わって、この蓋をね、外して、フィルムを出してたらね、ギョって感じでね、その辺にいるとかね、なんじゃあらみたいな感じで、びっくりするみたいなね、目立つカメラになりますね。まあカメラ、この頭でっかちのデザインといいね、まあで、目立つカメラですね。所有満足度も高いです。でね、古いカメラなのにね、これもう、ベタつきとかも何にもないですしね、昔の製品はいいですね。僕のこのカメラなんですけど、状態はね、なんていうんですか、あんまり使ってなかったんだと思いますね。レンズもね、これ塗装剥ぎがほとんどないんですよね。塗装剥ぎがほとんどない。以前ね、手に入れたニコン F2 フォトミックについてたやつは、ね、これ、どうしてもね、ピントリングのこの黒塗装がね、剥がれてくるんですけど、これはね、ほら、一部剥がれてますけど、ほとんどね、塗装は剥がれがない。もうね、新品に近いぐらいの外観でした。で、まあ、こっちの方が、モノコートの古いレンズなんですけどね。で、ボディもね、最初すごい汚かったんですけどね、磨いたらね、もうピカピカになりましたね。そこに一箇所ちょっと当たりがありますけどね。で、ファインダーだけがね、異常にボロなんですよ。なんか僕の予想ではこれね、以前所有してた、オーナーが、ファインダーだけね、乗っけ替えたんじゃないかなと、思うんですね。これ、このカメラはそのスローガバナーが、動いてなかったですし、多分スローガバナーが動いてるやつに、生きてるファインダーを乗っけ替えて、で死んでるファインダーを移植して出品したとかね、そんな感じのカメラなんじゃないかなと思うんですけどもね、まあちゃんと動くようになったんでいいんですけどね。そんなわけで、でも、なぜ日曜日はね、スローガバナー動くようになってね、主回を上げてたところにね、キヤノンのニューF1がね、動かなくなって、いいみたいな感じなんです。今日喜んでいいんだか悲しんでいいんだかっていう日になったんですけど、まあ、とりあえずニューF1も、一時的かもしれないですけど、動くようになったし、とりあえずちょっとほっとしてます。まあ、今日のね、カメラ紹介は、こんな感じになっていきますね。はい、結構疲れました。まあ、で、ここから先は、視聴者様の作品の紹介になってまいります。作品紹介のコーナーになっています。ちょっとね、撮影機材がね、調子悪くて、もうテイク3になってます。もう音声が入んないんですよね。トップバッターがね、ドリームロコモーティブさん。今回の作品はね、タイトル、フライト前に見る陶器富士ということで、ちょっとね、撮影機材とかのデータはないんですけども、撮影旅行にね、青森に撮影旅行に行くときに、羽田空港の展望デッキから撮影したということで、これね、神奈川県からとか東京とかもそうですけど、結構富士山見えるんですけども、夕方のね、その、西にね、沈んでいく、太陽のね、シルエットになってね、これ幻想的な一枚になっておりますね。でね、手前をね、完全にシルエットにせずに、東京インターナショナルエアポートという文字が見えるあたりがね、なかなかの芸術点だと思います。はい、ドリームロコモティブさん、ありがとうございます。次はね、サムライジャパンさんから2枚。タイトル、1枚目がね、待っていた日差し、カメラ、ペンタックス K01。
レンズ SMC ペンタックス M50mmF1.7、2枚目がね沈黙、オリンパストリップ35富士クロームベルビア50で捉えているこれ1枚目ですけどね、もうあのとにかく、光と構図でねここまで写真は美しくなるんだっていうね、良い見本だと思います。相変わらず光の使い方がうまいですね。で2枚目なんですけどね、これね平凡な光で撮られてるんですけど芸術点が高い1枚になりますね。なんかねちょっとあのまぶら絵とかにもなりそうな感じですね。このサビだらけのトロッコ、後ろのね怪しいね空模様、まあ、ベルビアのね色、ベルビアの色が、うまいことね噛み合っていい作品になっておりますね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次はね夢旅人さんの作品で、タイトルが並んでます。撮影機材、ニコマート FTN レンズニッコール SO と 50mmF1.4、フィルムがね富士の記録用の100ということですね。これねこの立体的にねそのものが見える、これ並んでるものとかはね結構ね基本ツボを押さえた写真になりますね。で撮影機材なんですけどもね、ジャンクから救済した、ね、ニコマートということでペンタブがねボコンへこんでるんですよね。これね こういう写真送られてきてますけど、これでもね普通にね昔のカメラ動いちゃうんですね。僕の先輩もねニコはちょいこじゃけニューF1のね、AE ファインダーのやつを逆さまに置くことして、AE ファインダー派手に変形したんですけども、普通にね、写真撮れてました。今のデジタルカメラではちょっと考えられないかな。はい、夢旅人さん、ありがとうございます。次はね、一都市九さんの作品で1枚。タイトルはないんですけどもね、カメラ、ニコン EM、E シリーズ 35mmF2.5、エフター100で撮られているということで、これね、35mm でね、ここまでの背景ボケということは結構寄って撮ったのかな。これ朝顔かなんかですかね。光はねこっちから来てるんですけどもストロボとかは焚いてないですよね。そんなに強い光ではないですよね。ちょっと絞り値は分からないですけどそこそこ絞りを明け目に撮った視界方まではいかないかな。はい、まあ、35mm でもこういう背景ボケを作れると良い見本ですね。はい、一度しげさんありがとうございます。次がね、テラーさんの作品。カメラがね、タイトル昼寝日和、カメラオリンパス FA1、フィルムはちょっと忘れてしまったということなんですけども、このようにねこれ池のほとりでねおじさんか誰かがね大の字で書いて寝てる、作品になりますけどこういうね面白い作品ですか、こういうの結構ねフォトコンテストとかでも、入選してるのね見かけますね。もうちょっと被写体が大きかったらよかったですかね。まあ難しいところでもありますけど手前にね松の木ですかを入れてるあたりがちょっと芸術点を感じますね。はい、今日のね、テラーさんありがとうございます。今日の作品紹介はここまで。ちょっと待機者が出ておりますけどまだまだ募集しておりますんでぜひぜひ投稿してください。次はね俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今回はね、野良旅人さんから、待機者がいなそうなので俺のカメラ投稿します。このカメラはミノルタ AL というカメラです。詳しくは中年オタッキーさんから説明があると思いますね。これねカメラプレゼントでね野良旅人さん当たったんですね。かなりね気に入って使っていただけるということで、カメラプレゼントでいただきましたが露出系が正確で安心して撮影できます。ミノルタレンズの色合いもよく大変気に入っています。ただレンジファインダーの撮影に不慣れなのでたまにピントを外しちゃいますということですね。気軽に持ち出せお散歩写真に最高です。そうなんですよね。結構ね気になる方はね僕はミノルタ AL のね紹介動画かなり昔に作っておりますからかなり探してみてください。最新機種とかライカとかこのカメラ使っているとね興味なくなりますということでね結構ねちょいちょい見かけるカメラになりますので中古カメラ屋さんとかね、とかで見つけたらチェックしてみてはいかがですかね。シャッタースピードもね結構高速まで切れるんでちゃんと動けばね現代的な作品を作れると思います。はい、俺のカメラのコーナーねちょっともう一名待機者が できましたが最近ちょっと投稿が少ないのでね次回に回し次回に撮っておきます。今日の動画はね、こんな感じになります。今週ね、日曜日、なかなかね、波乱、万丈というか、
ニコン F フォトミックのスローガバナンがね動くようになって祝杯を上げてたらね、ニューエヴァンのシャッターが切れなくなってドキーみたいな感じで、まあ本当、まあ動くようになってとりあえず良かったんですけど、おそらくはまた動かなくなると思いますね。機械もって基本的にね、その壊れそう壊れそうじゃ壊れない壊れギリギリのところをさまよったりすることがあります。うちのね、自宅のねトイレのウォシュレットもそうでね、水が出たり出なかったりしてます。まあトイレのウォシュレットはどうでもいいんですけど、カメラもね、電子カメラ、ね、キャノンで言うたらニュー F1、ニコンで言うたら F3、F4、この辺り電子カメラになってすぐのねカメラ、キャノンの T90 もそうですけど、結構ね電気的なトラブルが、よく出ますね。そういうわけでね、その、どうしてもね古いカメラは信頼性が低いんで、その究極に古いね古めかき、この辺のねカメラね、ぜすごくいいと思いますね。ちなみに余談ですけどもね、これね、ニコン F のデザインね、素晴らしい、デザイナーがねデザインしたということで、すごくかっこいいカメラになってるんですけども、その当時にね使っキャノンが作ってた一眼レフっていうのはね、もう以前紹介しましたけど、これです。これねニコン F が発売された年と同じ年に発売されたカメラになるんですけど、ものすごいねなんかごっついデザインですよね。これデザイナーは誰だかわかんないんですけども、まあニコン F の影に隠れてね売れないシリーズ、キヤノンのねこれ、キヤノンフレックス RP って言うんですけども、これちょっと P がついてるんでね、廉価版なんですよね。 P はポピュレルの P なんでね。でねえこれが巻き上げなんですね。まあ同時期にね、作って、ニコン F シリーズに、惨敗したカメラですけどね、ちゃんと写真は撮れますよ。ちゃんとね1000分の1までちゃんと切れます。デザインがね、デザインがもうちょっと良かったら売れたのかなっていう気もしますけどね。まあそんなわけでね、このどんなのかわかんないですけど、ニコン F フォトミック、たびたび登場することになると思いますんで、期待してください。で次の動画はね、キヤノン F1 と、ニコン F2 フォトミックのね比較動画でも作ろうと思います。ちょっとね、そのカメラのメカニズムのうんちく的な、動画になっていくと思うんですけども、結構ビビンとくる人多いんじゃないかなと思って、ライバル機でありますからね。まあキヤノンはね、その F1 が出てくるまでずっ と、バカにされ続けたっていうか、ニコンのね後塵を浴びてたんですけど、キヤノン F1 が出たことによってね、プロカメラマンがねキヤノンをずんと使い始めたっていうね、歴史的なカメラでありますけども、でディフェンディングチャンピオン側のニコンはニコン F をねどう進化させていったのかと、そんなわけでね、次の動画は、キヤノン F1 対ニコン F2 フォトミックということでやっていこうと思います。はい、最後までね動画ご視聴いただきありがとうございました。高評価、もしこの動画はねいいと思った方、もうポチッとねいいねボタンを押してください。でチャンネル登録者ね最近ちょっと伸び悩んでますけど、カメラ系のね、特にフィルムカメラに、特化して、やっていってますんでね、ぜひぜひね、カメラの写真のテクニックとかもたまにはやりますけどね、チャンネル登録していただけたらと思います。はい、それではね、次の動画でまたお会いしましょう。それではごきげんよう。